さんこんにちは、はるにゃんでございます。はい、今回はですね、はるにゃん TV ではですね、もう多分おなじみだと思うんですけれども、100円ショップで、買ったものをご紹介するコーナーをやっていきたいと思います。イエイエイ。まず最初はですね、チークをご紹介したいと思います。多分このチークは結構もう有名だと思うんですけど、この4色タイプのチークを買いました。はい、私が持ってるのはマジックカラーとピンクカラーです。でですね、まあ使用感についてはですね、ちょっとねこれ粉飛びが結構します。粉飛びはするんですけれども、発色はいいです。はい、でまあそうですね、綺麗なツヤ感が出て、でこうパール感がすごい綺麗な感じになるので、使えるチークなんじゃないかなと思います。で、ね、単色使いしてもいいし、混ぜて使ってもいいし、この白いのなんかは、ね、ハイライトに使ってもすごくいい感じです。はい、ただあんまりつけすぎると結構パール感が強いので、テッカリンカーに、いつものテッカリンコになっちゃうから、控えめにしたいほうがいいと思います。銀ギラ銀にさりげなくとかね、テッカリンコとか、まあいろいろね、ハルニャン TV ではいろいろちょっとわけわかんない言葉が出てきておりますけれども、そこのところよろしく意味わかんねえはい、でこちらはですね、紫のカラーがついていて、マジックカラーっていうんですけど、私が思うに、前にちょっとプロのメイクさんに聞いたときに、例えばピンクのチークを塗った後にこの紫のカラーをね、上から重ねるとすごい透明感が出るっていう話を聞いたことがあるんですよ。だから多分このマジックカラーっていうくらいだから、こうなんていうの、透明感が出るから、こうマジックしちゃうみたいな、マジックでちょっと魔法かけちゃうみたいなそんな感じで、多分マジックカラーって言うんじゃないかなって私は思ってるんだけど、はい、そんな感じで、これはね、多分透明感を出したい方にはですね、このマジックカラーは、はい、使った方がいいんじゃないかなと思います。はい、でもなんかすごい色合い的にね、すごい春っぽい感じかなと思います。このね、コーラル系な感じの色とか、すごく単色で使っても素敵なんじゃないかなと思います。綺麗です。そうそう、なんかこういう、なんだろう、ピンクのパール入りな感じのチークは、薄めにつければここにこうピンクとかつけるとすごい優しい印象になるような感じがします。あまりつけすぎちゃダメですよ。つけすぎたらダメですけど、こうほんのりねつける感じだとすごいいい感じになるんじゃないかなと思います。すごい綺麗ですね。私の好きなオレンジとかパールとか、発色はもう本当問題ないですね。すごい綺麗です。発色はこんな感じです。ということでですね、はい、こちらの4色チークをお買い上げになりました。イエイ。はい、続いてもですね、チークなんですけど、こっちは練りチークの方ですね。この綺麗な、なんかセーラームーンのブローチみたいな、プリズムパワーメイクアップとかできちゃいそうな、この練りチーク、あれ赤ってもうパフついてるから、もう本当にすいませんはい、こんな感じの練りチークを買いました。これはね、ナチュラルピンクを買いました。でこれもね、ネットですごく口コミが良かったので、買ってみたらすごくね、伸びもよくって馴染みやすかったです。はい、よいしょ、こんな感じで、アップにしてみましょうか。でですね、はい、すごい発色もいいし、伸びもいいし、サラッとしてて馴染んでいく感じです。なのでこのチークはね、なかなか良いんじゃないかなと思いました。なので、ピンクはね、私ね本当オレンジ好きだからなかなか使わないんですけど、メイク動画とかで使うんですけど、普段はオレンジが多いんですけど、このピンクはこれからちょっと使ってみようかなと思ってます。ということでですね、このプリズムパワーメイクアップみたいな、ちょっとセーラームーンのブローチではないかみたいな、こういうちょっとおしゃれな、チークゲットしました。イエイ。お次はですね、ネイル関係をご紹介したいと思います。まずはですね、追加で、はい、ででん買っちゃいました。この長いキャップのネイル買っちゃいました。前回ですね、ミントグリーンみたいなやつと、ちょっとこうベージュブラウンみたいなのを買ったんですけど、本当に発色が良くて、この長いね、長いキャップが塗りやすかったんで、3色追加で買ってしまいました。はい、すごいこれも春っぽいし、この黄色とかなんかもね、あまり黄色なんて私買わなかったんですけど、ちょっとこのなんかパステルイエローみたいな色に惹かれてしまいました。はい、そしてまたなんかちょっとこう
地味めの地味めのなんていうのアッシュベージュみたいなのも買ってみました。はい、最近本当にねネイルは100円のネイルばっかりで、まあ、なんか本当手軽にいろんなカラーを揃えられるからもう楽しくて仕方がないです。なのでねもう本当にしずくさんのほぼ100均ネイルの本を読みながら、よくネイルを、塗り塗りしていますということでね、こちらの3色を手に入れました。はい、本当にこれはね、あのペディキュアとかも塗りやすいし、ね、今のこの春のカラー、春にぴったりなカラーだと思いますので、こちらおすすめです。イエイ。そしてお次はですね、でこちらです。これリップグロスなんですけど、あのツイッターでですね、あのライト付きのグロスがあるよって言ってね、画像付きで教えてくださった方がいらっしゃって本当ありがとうございます。うん、なんだこれは、なんだと思って私も、そこダイソーに行ってゲットしたんですけれども、これねすごいよね。こう開けるじゃないですか。見える。ほら、ライトがあるわけですよ。でこう塗るときにこの鏡もついているから、こう。口元がすごい明るくなって塗りやすいみたいなね、はい、感じですね。で私が買ったのはこれ、ちょっとオレンジっぽいなと思って、スパークルピンクを買ったんですけども、あのなかなかこちらも、発色もいいし、ちょっとやっぱ落ちやすいですけど、全然あの日常で使うには問題なく使えるんじゃないかなと思います。でこれでランプがついてるし、このミラーがあるっていうのはね、ちょっとなんか100円ショップでこういうのが出るっていうのはなんかすごいことですよね。なのでなんか面白いです持ってて。なのでこちらもですね、ちょっともうちょっと使ってみたいなと思っています。はい、で発色っていうかタッチアップしてみましょうか。うん、そんなに発色も悪くないです。はい、ただちょっとね落ちやすいから結構塗り直しが必要だと思うんですけど、なかなか私は好きなカラーです。他にもね、なんか青みがかったピンクとかあったんで、気になる方はぜひこのライト付きのグロスチェックしてみてください。まあ、みんなね100円ショップのコスメ知ってる子はね知ってると思うんですけど、はい、とりあえずこのオレンジピンクみたいなゲットしてみました。イエイ。お次はですね、こちらもちょっと口コミが良かったものをですねゲットしてきたんですけども、初のBB クリームを買ってみました。はい、100円ショップでちょっとこうベースメイクのね動画を作ってみようかななんて思って、買ってみたんですけれども、まだ使っていないんですが、こちらどうでしょうか。はい、ちょっとタッチアップを、これから初でしてみたいと思います。イエイ。結構柔らかいですね。はい、クリーミーです。で匂いは特にないですね。はい、あ、ちょっと水っぽいのかな、どうなんだろう。カバー力はどうでしょうね。ちょっと伸ばしてみます。伸びは悪くないですね。はい、んー、どうだこれは。伸びはいいけどなんかちょっと水っぽいな。どうだろう。で結構これあれかな、白くなっちゃうかなこれ。うわーなー、これなんか塗ったらちょっとなんか匂いがする、なんかちょっと化粧臭いような感じの匂いですね。わあ、ずいぶん白くなるなこれ。ちょっとね、私もこれなんだろう、やっぱパッケージがちゃんとしてあるから、でテスターもなかったんで色が見れなかったんですけど、ちょっとこれベージュだと私白い感じですね。白くなりすぎちゃう。オークロを買えばよかったかな。こんな感じですね。ちょっと肌が明るくなったぐらい、まあちょっと色が明るすぎたっていうのもあるけど、カバー力はないな。はい、ってことでですね、こちらのベビークリームを買ってみたんですけれども、まあちょっと日常では使わないと思います。はい、でメイク動画でベースメイクやってみたっていうふうにやってみたかったんですけど、ちょっと色が白すぎましたんで、ちょっともうちょっといろいろ100円のベースメイクはちょっと探す旅に出てみたいと思います。ってことなんで、こちら、フェイスクリーム、BB フェイスクリーム、はい、買ってみました。ちょっといまいちだったな。次はですね、ででん、こちらです。はい、レッドシャドウギブアウェイやらせていただきましたね。こちらのレッドシャドウのシリーズのブラウンバージョンもゲットしました。もう本当にこのシャドウはすごくいいです。はい、まあ、絶対にいいから多分ブラウンもいいんだろうなと思って、やっぱブラウンも買ってみました。でこちらもちょっとねブラウンメイクとか、メイク動画で出したいなと思っているので、はい、お楽しみにしていてください。はい、
でね、何よりこの何ていうのかな、ゴールドブラウンっていうのがねすごく私好きな色で、すごい綺麗でしょ。はい、こちらもなんかマットなんだけど、グラデーション作るにはすごいいい色具合だなと思うし、ここも結構白とかもね、やっぱハイライトとか涙袋とかにも使えると思うし、こちらのね、あのなんかベージュブラウンみたいな、なんかナチュラルな色なんですけど、これも本当なんか今のね、なんかナチュラルなメイクにすごい使えると思うし、こっちなんかね、下目尻のアクセントなんかに使えるし、あとなんだろう、上のね、この二重幅に入れてもすごい発色が良かったので、すごいなんか日常のメイクに使えそうな色が揃ってるかなと思います。はい、100円のアイシャドウってね、結構あの使えるものがすごく多いと思うんですけれども、やっぱりよく聞くのが崩れやすいっていう欠点があると思うんですね。でも例えば有名なキャンメイクのアイベースだったりとか、マックのアイベースをちゃんと塗ったりとかすると結構崩れにくかったりするので、必ず私は100円のアイシャドウを使う時とかはアイベースとか必ず塗るようにしてると、そんなに私は崩れるっていう風に思ったことがないので、必ずアイベースを必須で、こちら100円シャドウを使うようにしています。なので皆さんも試してみてください。本当キャンメイクのね500円のアイベースとかすごい使えると思うので、チェックしてみてください。イエイ。なので、こちらのね、ジュエルアイカラーのブラウンもゲットしちゃいました。イエイ。そして最後はですね、じゃじゃじゃん、久しぶりにつけまつげを買いました。でね、こちらどっちもね、なじみブラウンって書いてあるし、あと地毛に近い黒かけるチアミックスってことで、ブラウンの、ベースが入ったつけまつげです。はい、なんかね最近結構つけまつげとかでもなんか茶色いカラーが入ったものとかがねすごい多く、ドキホテとかでも見かけるんですけれども、100円ショップでもね、はい、なんかこういうのも出てきたんでついつい買ってしまいました。で、私は普段ねちょっとつけまつげつけないんですよ。だからメイク動画とかでもほとんどねマスカラのみでいってると思うんですけども、実は言うとね結構つけまつげつけるので、ね、結構苦手なんですよ。結構ねこうつけるじゃないですか、そここら辺がよくねビヨーンってなるんですよ。ビヨーンってなって、あこれちょっと2位なんて割った時にビヨーンなんて飛び出してるからね、ちょっともうそういう恥ずかしいことが結構多くて、やだつけまつげもつけないとかってなっちゃってるんですけど、これはねなんかねふんわりナチュラル、そしてそうそう柔らか透明心みたいな、なんかこう柔らかい感じだったらパキってこうツンとかってなんないんじゃないかなと思って、ちょっと買ってみたんで試してみたいんですけど、はい、いや私がね高校生の時なんてね、こんなふんわり柔らかなんてね、こんな質感のあるねつけまつげなんてなかったですよ。みんななんかパリッパリでね、一生懸命こうつけてたんですけど、なんかこうビヨンって飛び出るか、こう突き刺さって痛いみたいな、それでもつけまつげつけてたいから我慢して一生懸命こう直すみたいな感じで、こうノリのなんかつけてるところがこう白くなって見えて、それでもアイラインで、ね、隠したるわみたいな感じぐらいですね、頑張ってつけてたことがあります。今本当に、ね、100円ショップでも結構優秀なつけまつげが出てきたんですね。はい、なのでこちらちょっとね、はい、その刺さるのをちょっと刺さるトラウマからねちょっと抜け出したいのでこの柔らかまつげでトラウマを消せたらいいなと思ってます。はい、なのではい、なじみブラウンとこのナチュラルエレガント、じゃナチュラルエレガントアイズ、地毛に近い黒かけるチアミックスのつけまつげを買ってみました。イエーイ。はい、ということでですね、今回は、はい、つけまつげを買ったり、はい、ネイルを追加で買ったり、それからね今人気のこの金色のこのチーク、4色チークを買いました。そしてプリズムパワーメイクアップってことで、はい、こちらのなんかブロージみたいな、チークを買いました。でこれね100円でさパフがついてるってのすごくありがたいですね。だから指でつけてねつけてもいいし、パフでこう自然に仕上げてもいいしね、はい、すごくこのチークは私すごい気に入りました。はい、よかったと思います。ではちょっとね、初めてこうタッチアップしてみたけど、この BB はちょっときついな。最初は柔らかい質感かななんて思ったんだけど、だんだん水っぽくなってきて、カバー力もないし、
ちょっといまいちですね。はい、猫をちょっと動かさないでよ。ちょっといまいちでしたね。はい、ということで、今回は100円ショップで、買ったものをご紹介させていただきました。次回もお楽しみに。それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね。バイニャン。よかったら、ハルニャン TV チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。